今日公開された工場の中に入ってみます。かなり広々としていて、こちらでは1年間でおよそ90万世帯の1日分の電気を蓄えられる蓄電池を生産する予定だということです。太陽の光が差し込む、まるで美術館のような建物。玉野市タイに建設されたのは蓄電池の組み立て工場です。東京のベンチャー企業パワー X の新たな拠点となる施設で、来月から順次製造ラインが搬入されます。蓄電池は太陽光など再生可能エネルギーを蓄えて使えるため、脱炭素社会に向けて注目されている電源です。お昼間使い切れなかった太陽光のエネルギーを蓄電池に蓄えて、それを他のピークの部分で使っていくと、たくさんのキャパを太陽光に合わせて持っていくというのが。工場のデザインは世界的な建築家瀬島和代さんが手掛け、瀬戸内国際芸術祭などの観光客を見込んだ見学コースが設けられたほか、屋根にはおよそ3100枚の太陽光パネルを敷き、工場は 100% 再生可能エネルギーで稼働するといいます。電池のビジネス、やはり今日本から海外へ流出してしまってっていうところがあるんですけども、改めてそれを日本に取り戻して、でそれもこういう玉野のような美しい場所、そういったところでものづくりできるというところが非常に肝かなというふうに思っています。出荷は来年の夏始まる予定で、5年後には地元の人を中心に100人以上を雇用するということです。